自称進学校なのにまさに神のように優しい教師の行動ランキングベスト3。 1. 内職 OK。 私の授業は実習ライブ内職 OK。 家庭科の時間は内職して、その夢を叶えてくれた高校当時の加藤先生。授業8割実習2割でほとんど内職の時間に使えた。 2. 内職を注意され逆ギレしたらかばってくれた谷野先生。僕の生徒だった田中君、数学を使わない日本史選択の早稲田受験生。数学教師山田は私立文献にも容赦なく宿題を課す。授業中に数学の宿題をこなせば家で日本史の勉強できると考え、授業中に宿題してたら、前それ家でやらんか鈴木さん、山田に怒られ逆切れした手長く、事情を察した井田先生が、こいつ無謀にも早稲田志望で、ついでに数学使わない奴らも課題を減らしてもらえませんかね。それ以降過剰課題から解放された井田先生からが増えた。3. カンニング OK。 田中は定期試験の生物でカンニングをした。生物の榊原先生にカンニングはいかんぞ、お前の少年叩き直したろ。再び井田先生が、こいつは確かにカンニングしました、でも真剣に早稲田を目指しとるんです。この日本まだまだ学歴社会、どんなに貧困法制でもいい大学に行かなきゃ意味なかじゃないです。見逃しちゃってください。田中は泣いた。そして無事早稲田に勝った。